とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も無謀勇者を使っていこうと思います。武器がこっちですね。誕生と終焉、これでいきたいと思います。DPS はトップクラスなんですけども、ちょっと使いにくいんですよね。まあ、とりあえず今日はこれでやっていきます。弓も、夜の棒をつけてます。流れ込む魂で、こっちでも HP を回復しようかなと思っております。アーティファクトは、ブーツ、ドラ、キノコですね。行きましょう。それでは、行きましょう。モブ速度が 50% 増加で、遠隔モブが、ゾンビ、あ、これ戦いやすいね。で、衝撃波を持ってるっていうやつですね。はい。オッケー、ちょっと待って。まずはサプライズギフトで。行きましょう。お、意外と、やりやすいか？ちょっと待って、止まらないで。回復も2枚入れてるからね。2枚っていうか、流れ込む魂も回復なので大丈夫でしょう。 OK OK。 じゃ、待って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 って本当にエンチャントされたあいつはやばいって。 OK OK。 もうやめろ。いきなりのナイトモードやめて。 OK、 いいね。よし。とかたまにローリングしてバーストボーストリングでクールダウンショットを入れていきたいところだね。 OK、まあ、ちょっと注意しながら攻撃していこう。 OK、 めちゃくちゃ楽勝。まあ、とりあえず最初の、洞窟までは全然余裕でしょう。いきまーす。洞窟到着。いきましょう。ナイトモードになったから、もう遠隔モードも出てくるからね。意味がないやん。よし、オッケー。いくぞ。いや、やっぱりね、火力抜群。なんだ？待て。また 40% HP が減った。これひどい。無謀で 40% 減ってさらに減った。きついね。でもいけなくはない。また神秘なんだ。うん、あ、近接モブが衝撃波を持ってるか。あ、なんか珍しいのがついたな。近接が、ほうほう、いや、やりにくいって。よし、オッケー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 。あと1体か、上か。ちょっと戦いにくいな。よっしゃ、オッケー、ナイス。いいね。めちゃくちゃ減らすよ本当に火力高すぎる。まあ、確かにこの DPS 最強で HP まで、吸血で回復するのよ。でもただリーチが短すぎるっていうね。それでちょっと個人的にはあんまり好きな武器ではない。おーい、なんかむちゃくちゃ減った。まあまあポーションバリア入れてないからしょうがないでしょ。あ、衝撃波が入ってたのね。オッケー、まあまあまあ、ポーションバリアをしっかりと入れながら気をつけていきましょうかね。うん、絶対切らさないように。よし、そうすればもう余裕よ。よし、あぶね。なんかあれね、ポーションバリアが切れたら必ず使ってくれる。あ、あー、連射機能使えばいけるか。ああ、連射機能使えばいけるわ。よし、ちょっと待て。まあまあまあ、いや、とりあえず進んでいきます。 OK。 よし、強制戦闘のとこ抜けました。ああ
やっちまった。できるだけね、敵がいるところで使うようにしてるのよ。ポーションバリアがすぐにね使えるように。まあ今のは良くなかったぞ。よし、 OK。 待てよ。特にこいつらがね本当にやりにくい。よし、でも待て待て、おお、いいね。これまずいぞ。よー、ちょっと待て、結構楽にいける。よし、いや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 、結構脅威増えてるんだけど、もうそれでも全然いけるね。あ、ちょっと待って、あっち側キャプテンいそうだな。ちょっと危険だけども、キャプテン探してきます。うん、もうちょっと入れても全然いけそう。うん、もうちょっと先か。ああやっちまった。これでキャプテンいなかったらウケるけどな。いてくれよ、頼むから。え、いない、もしかしてキャプテンいらっしゃらない。いや、いないわマジか、無駄だった、無駄でしたね。戻ります。よし、大体戻ってこれたね。 OK、 あとはポーションバリアを切らさないように戦っていけば OK、 いける。むしろこのナイトモードで逆にやりやすくなってる感はある。ちょっと待って、ポーションバリア入れさせて OK。 ああ、ナイトモードで敵が出てくるんで、ポーションバリアの維持はそこでだいぶやりやすいかな。 OK。 おっ、戦いにくい。あぶねえ、こいつらがね来るからすごい戦いにくくはあるんだけども、よし、 OK。 ちょっと湧きすぎ、湧きすぎる。よし、 OK。 いないな。ああ、ちょっと待って、戦いたくないやつがいた。 OK、 ではあと1回やられたらおしまいだからね、ちょっと気をつけて。あぶね、いきます。よし、待て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 、あぶねえな、これ完全に危ないな。よっしゃ、おい、強化力では、あとはクリアするのみ。いや、きついきつい、最後の最後なんかちょっときついぞ。ちょ、待て、危ねえ危ねえ危ねえ。うん、こういう雑魚が多いと嬉しいね。もう行こう行こう、どんどん行こう結構辛いから。衝撃波痛い痛い、衝撃波むちゃくちゃ痛いよ。よし、オッケーオッケー、ちょっと待って、もうクリア、もうクリア。よし、オッケー、いけました。はい、ということで今日は無謀勇者使っていきました。使った武器は誕生と終焉、これですね。DPS としては、最強なんですよ。あ、毒武器よりは下だけどね。毒武器を抜いたらば、誕生と終焉が DPS 最強となっております。ただしちょっとね、使いにくいのよ。使いにくいっていうか、リーチが短すぎる。個人的にはリーチが長いやつの方が好きなので、もう少し使い慣れた方がいいんでしょうね。はい。でもやっぱり無謀勇者は最高です。むちゃくちゃ強いですね。はい。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。